そろお時間です。ルルカです。今日はよろしくお願いします。お願いします。はい、売れっ子インタビューということなんですけども、はい、ちょっとね質問を用意させていただいたので、はい、順々に聞いていければと思います。はい、お願いします。インタビュアーはマリテンです。まずエリアと店舗名、はい、お名前、お店年齢をお伺いしてもいいですか。エリアは歌舞伎町で、お店はデリス新宿というところに在籍しています。はい、ルルカです。年齢は今お店の表記は20歳です。20歳。はい。え、職種は何になりますか。職種はデリヘルです。お店での売られ方とかってあるんですか。わ、現役女子大生です。はい、実際に、ね、女子大生ですね。そうですね。清楚かギャルかでいうと清楚系の売り方で、そうですね、素人ですかね。うん、見た目のジャンルは一応素人だと思います。うん、ロリではない。身長が結構高いのでロリって感じではない、うん、なるほど。はい、経歴についてもお伺いしたいんですけど、はいはい、今って風俗歴とかはどうなんですか。風俗歴は2年半です。お、お店は何店舗目。3店舗目です。全部デリヘルですか。そうですね、デリヘルなんですけど、うん、ちょっぴりそのデリヘルの系列店で風俗エステのお店に在籍したことはあったりするんですけど、向いてなくて基本的にほとんどデリヘルです。風俗業界に入ったきっかけを教えてください。私上京してきて大学生になったんですけど、うん、大学に入ってから学業とバイトをずっと両立していて、大学2年生のテスト期間で結構きつくなってしまって両立が、うんうん、バイトを月に150時間から200時間していたのでそれは時間がないってことだね。そうなんです、時間がなくなってしまって、うん、あと数万円今月の支払いが欲しいみたいな、うん、なった時に1日限りで始めようと思って、うん、扉を叩きました。ほう、え、じゃあ1日のつもりだったの。そうです、そうです、1日でやめようと思ってました。ちなみに何万円欲しかったんですか。2万円でも20時間働く時間はなくて、うん、あ、まあなるほどね、うん、そうなんですよ。じゃあ結構急いで退任をしたり面接をしたりっていう感じだった。そうですね、次の日に入店。まあでもそれで1日が終わったわけだけど、うん、その後続いたっていうのは何か理由があったの。もっと暗い業界だと映画とかドラマで入ってくるネガティブな印象ばっかだったので、うん、もっと怖い印象があって、うんうん、そうね、でも入ってみたらお客様も全然そんな普通の方、言い方は適切じゃないかもしれないんですけど、うん、普通の紳士の方たちだったんで、あ、楽しいなと思って結局続いている形です。もう合っていたんだね。うん、そうですね、お店もその時に関して仕事のイメージも、うんうん、そうです。はい、なるほど。実際に今めちゃくちゃ売れてると思うんですけど、はい、今までの最高実績みたいなものって何かありますか。はい、実績でいくと、うん、月間の本指名比率、うん、ほうほうほう、新規さんと本指さんの比率が、うん、本市さんが9割っていうのが私の中で一番いい成績です。ほぼほぼ本市名の方っていうことですね。そうですね、出勤も週6ぐらいしていたので。そうだよね、はい、週6出勤で月だとその月は28日とか出勤してますかね。28日出勤して9割本市で埋まる子って、私スタッフもしてましたけど、あの、見たことないです。いや結構素晴らしい成績だと思うんですけど、はい、初めから売れていたんですか。はい、デビューしたお店では最初はやっぱ新人未経験だったので、うん、ある程度お仕事をいただけたんですけど、うん、それもちょっと落ち着いてくる時期があったので、うんうん、今の状態がずっとっていう形ではないです。じゃあこうやって売れ始めたというか、うんうん、超売れっ子になったみたいなきっかけはあったの。あります。きっかけはそのちょっと落ち着いた時に写メ日記を頑張ろうと思って、うん、写メ日記を書くことを始めたんですけど、うん、私エロいことは好きなんですけど、うん、エロいことを発信する写真とかでするのに結構抵抗があるタイプで、うんうん、あんまりそっちを向いてなかったので、うん、文章を書くことを頑張ったんですね。うん、で結構文章をいろいろ書いていくうちにお客様も文章を読んで来店してくださる方が増えて、うん、そうすると内面も見てくれたりするので仲良いお客様が増えてっていう好循環に入って楽しくお仕事をできるようになりました。うんうんうん、具体的になんか写メ日記のその文章で気をつけてるポイント一つ挙げるとしたら何かあります。量産にならないですかね。オリジナリティを出す。そうですね、うん、なんか上辺のことを書いたりとかしても、うん、あんまり多分差別化
わりづらいので、うんうん、私が発信できるものの中で偽りがなく、うんうん、結構正確に伝えられるテーマを選んで書いていたりします。あルルカのね、写メ日記ぜひ見てみてほしいなって思うんだけど、ツイッターに1枚2枚3枚載せたりするじゃん、はいはい、1文2文みたいな、うんうん、あれはすごくキャッチーなんだけど、うんうん、書き方はすごく丁寧で誰が見ても嫌な気持ちにならないものだなって思ったりしてます。ありがとうございます。ぜひね、写メ日記迷ってる方とか悩んでる方参考に見てみてください、うん、今までのプライベートな経験で、はい、この仕事に生かされてるなって感じることとかあったりしますか？プライベートな経験だとそんなにですが、私は割とワンナイトも多少していた部分があるのでその時の感覚でお客様と接したりとか、うん、接客に落とし込むことがうまくできたのはもしかしたらあの時遊んでいた経験があったからなのかな。そのプライベート感をちょっと大事にしてるってことだね、うんうん、そうですね、うん、自然でいたいから、うんうんうん、でもあとあれも思ったりはするよ、その写メ日記が得意なのってやっぱり本を読んだり、はい、ウェブの記事をちゃんと読んだりとかしているから、はい、うん、確かに文字を読むことはずっとやっていたので、うんうん、それは大きく良かったことかもしれないです。うん、なるほど。一応ね、次の質問が性に対してもともとオープンだったんですかという質問があるんですけど、はい、これはイエスでですよね。イエスですね。じゃあ生理的に無理なものとかってあんまりない感じなのかな。そうですね、私人に対しての潔癖はあまりないんですけど、うん、物に対してはちょっと潔癖なところがあって、檻とかその場所に対しての潔癖はあるんですけど、お客様とかに対して嫌だなってことはほとんどないです。次は売れる理由について細かくお伺いをしていきたいんですが、はい、本指名の方がルルカちゃんのどこが好きで通っているよとか、うんうん、ここがルルカちゃんのいいとこだよねみたいなことって言われたりしますか？うん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 、あ、言われたりしますし、大体同じことを言ってくださる方が多くて、うんうん、一番多いのはこの仕事をすごい全力で楽しんでるのが伝わるみたいな、私が楽しくて働いてるんだろうなとか一緒に楽しんでくれてるんだろうなっていうのが伝わるのが一番嬉しいっていうのを言っていただくことが多いです。素敵。確かにね、いやいややってるように全く見えないっていうのは大きいですね、うん、そうですね。あと多分感度が良かったのはもともとアドバンテージだったなとは思います。でもそれを目いっぱい武器にしてるわけだからね。そうですね。じゃあこのチャンネルは結構仕事をしてる女の子がたくさん見てくれているんだけど、うんうん、仕事術について、はい、いろいろあると思っているんだけど、はい、言える範囲で教えてほしいです、はい、まず接客で大切にしていること、はいはい、私が接客で一番大切にしていることはその一人一人のお客様がしてほしいこと、欲求を忠実に感じ取ってそれに対して答えることです。なんかふわっとしちゃうんですけど、うんうん、言い方を変えると私の接客が型にはまらないようには意識しています、うんうん、なるほどね、うんうん、もちろんその60分なら60分、90分なら90分の進め方はあるだろうけど全く同じ接客はないということだね。そうですね、一人一人私の性格は多分違うと思っていると思います。あ、どれも嘘じゃないんですけど、うんうん、その方と過ごすならこれが楽しいみたいなのは結構変わってきたりします。そのスタッフをやってる時に結構思ったのが、売れっ子さんになればなるほどお客さんが受けてる印象ってすごく違くて、うん、A っていうお客さんからすると、うん、この子ってめちゃくちゃおとなしい子だよねってなったりとか、うん、B のお客さんからするとこの子明るくてめっちゃいつも元気みたいな、でもそういうのが結構ルルコもあるのかもしれませんね。多少あるかもしれないです、うんうん、次は SNS についてお伺いをしたいんですけど、はい、ルルコンって Twitter とか TikTok とかをすごく頑張ってるイメージがあるんだけど、はい、気をつけていることとか頑張る理由みたいなのもあるのかな。あります、うん、SNS ってやっぱりお店っていう枠から出て無料で使える媒体だったりするので、うん、確かにそのお店は知らないけど私のことを知ってくれる機会になったりとかすると思うので、うん、それは意識的に新しい方に知ってもらえるように更新をするようにはしています、うんうん、実際 Twitter とか TikTok から探して来てくれるお客様って多いですか？かなり多くて今のお客様はほとんどそうですね、うん、すごい。自分でプロデュースをしてるわけですね。次の質問なんですが、はい、お客さんと LINE 交換ってする？あ、私はしてます。お店も OK なので、うんうん、LINE 交換しています、うん、結構病んじゃうっていう女の子多いんだけど、うんうん、
何かアドバイスあります？私は一人暮らしでちょっと自由なのもあって、うん、携帯を2台契約しています、ね、でも1台はすごい安い2000円くらいで持てるような携帯にして、うん、LINE だけ作って使っているんですけど、うん、お客様のことは大好きなんですけど、やっぱどうしてもめちゃくちゃオフをしたい日とかは、うん、思い切ってその携帯を家に置いといたりします。いや、オンオフちゃんと分けるのは結構大事よね、うん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 、次にモチベーションとかメンタルについてお伺いをしたいんですけど、はい、このお仕事で一番嬉しい時ってどんな時ですか？やっぱ2回目お会いできた時が私は一番嬉しかったりします、うんうん、あ、2回目と言わず3回目以降なんですけど、もちろん自分が前回楽しかったのが相手も楽しかったんだっていうのが分かる、うん、瞬間なので、逆に言うとそこ以外で本当に嬉しかったのかって分かりづらい部分があるお仕事ですね。そうなんですよね、確かめようがなかったりもするので、うん、2回目3回目ってお会いできる瞬間はすごいいつまで経っても嬉しいです、うんうん、逆に辛い時はどんな時ですか？辛い時は、うん、自分の接客が想像よりもうまくいかなかった時はすごく、うん、それは自分でわかる？そうですね、うん、自分の中でスランプに入っちゃう時が実はたまにあって。お、そうなの？うん、そうなんです。でもそのスランプの抜け出し方はお休みをするじゃなくて、うん、働き続けるっていうところだったりして。逆なんだね、うん、そうです。スランプに抜け出せるきっかけは意外とお客様だったりもするんですよ。そのスランプが自分のせいだったのか、たまたま相性が悪かったのかとかって正直わからないので、うん、そういう時に素敵なお客様に結構出会えることが多くて、うん、それで、あ、やっぱこのお仕事向いてる、楽しいみたいな感じで、うん、結構メンタルがどんどん上がって楽しくなっていったりします。なるほどね、はい、結構休みましょうみたいなことはね、スタッフさんもよく言ったりはするとは思うんだけど、実はお客さんから解決方法が生まれることも多いってことだね。そうですね、楽しいって思えるのが価値なので、うん、いい言葉。それでは最後の質問になるんですが、はい、未経験の頃の自分に伝えたいことってありますか？あ、あります。未経験の時にやっぱりこれで合ってるのかなみたいなルールだったりとかをすごい不安になった時があったんですけど、ルールを守って自分が楽しいって思える仕事の仕方が一番正解だなと今思っているので、とにかく楽しむこと、うん、お客様のことを大切にして楽しむことだけ伝えたいと思います。ありがとうございます。すごくね、ポジティブになれるインタビューだったなと思います。ありがとうございます。ゆりかは今後自分で講習をする側とかには回ったりっていうのを考えたりはしないの？あ、本当はそれ、うん、結構したいなと思っていることの一つだったりして、うん、やっぱり自分がいろいろ悩んできたこととか楽しんできたことをヒントとして伝えることができたりするんじゃないかなっていうのがあったりするので、もしそういう機会とかがあったらしていきたいなと思っていたりします。じゃあ今後そういったコースができる可能性もあるってことですね？そうですね、需要があるか分からないんですけど頑張っていきたいとは思っています。じゃあ今後も業界をいろんな方面で明るくしていってください。はい、頑張ります。今日はありがとうございました。ありがとうございました。